の途中で困っている人の力になってあげられたり、新しい仲間に出会ったり、大変なだけじゃないのが旅の醍醐味よね。仲間が大勢いると料理もなんだかワクワクしちゃうのよね。さあ腕を振るうわよ。何かリクエストはあるかしら。川吉ガイアス饅頭発売中だと書いてある通りに読んだが、まさかこれを宣伝として使うのではあるまいな。すべての声を聞き、その上で決断することが王の役目だ。だから俺は民との謁見を断らんと決めている。楽しみね。え？世界のための旅？そう、どちらでもみんなで行けば楽しそうね。あら、そうなの？面白いわね。え？誰と話しているのかって？ここにいる精霊ちゃんよ。